松本理香さんお願いします。この辺いい？はい、すいません、よろしくお願いいたします。ビビってる？はいちょっと、はい、こんな感じなんですね、はい、こっちから見てなんかコード絡んでるよ、こう、はい、大丈夫、はい、はい、はい、白すくって書いてるけども、はい、はい、あの今セクハラ発言がかなり流れてますけども気にしないでください、はい、慣れた？いや、慣れない、ほら、可愛いぞって言ってくれてるよ。 ありがとうございます。トマベチの奥さんだけど、あれは違うよね、はい、あれは何だっけ、オウムシスターズっていうオウムの宣伝の時にメイン張ってた、はい、いわゆるキャラクターガールみたいなものですか。キャラクターガールというより、はい、4人に姉妹がいて、うん、皆さん可愛かった。なんでその中に入ってなかったの？姉妹じゃなかったので、あれは違う姉妹なんですよ。私は松本姉妹なので。松本姉妹あの姉妹は本当に肉親関係の姉妹だったの？はい、そうです。俺てっきり加納姉妹みたいな。なんで加納姉妹で話通じるんだね案外世間話大丈夫な人なんだそうです、うん、本物の兄弟、血縁、うんうんうん、兄弟の美人シスターズだった。よくそんなの人が偶然いましたね。そうですね、偶然、うん、はい、皆さん美人、知り合いだったの？はい、仲良くよく遊んでました、はい。じゃあ、トマベチさんのところ行って、いやいやいや、トマベチさんのところに嫁に行っちゃった人もいるわけじゃん。はい、嫁に行っちゃった。あれは松本さんの心の中では裏切り者なの？裏切るっていうよりはもう離れてたので大丈夫かな、うん、大丈夫かな、いや、ちょっと心配してます。トマベチさんもなんか変な人だからね、はい、きっと変な人好きなんだろうなさあ、じゃあどうしよう、何話そうね、はい、もともと僕は今何やってんのっていうところから聞きたかったんですけどね、はい、今仕事何やってるんですか？仕事としてはカウンセラーと、うん、あとはもう執筆と、こうやってイベントに呼んでいただくっていうぐらいで、うんうん、まあ俺もだから執筆とかさ、イベント出たりとかさ、はい、なんかそういう点のやつだけども、食うの大変だっていうのはなんかあるんですよ、はい、いわゆる食うの大変だっていうのは、つまり最近業界に入ってきた人たちって、はい、なんか食い縁稼ぐのすごい大変なはずなんですよ。僕の時代ってさ、はい、なんだかネットとかなかったから、一回テレビとかに出たり本とか出したりすると、はい、割と食える。あ、そうだったんですね。 そこら辺ね楽なの。その時代に出しとけばよかったですね、うん、その時代って11歳とか12歳の時にその時代出せる心理的状況じゃないでしょ、はい、うん、じゃあ今はそれで食っていくのって割とギリギリなんじゃないかな。もうギリギリでどうしようかなって結構悩んでて、うん、で俺そっから聞こうと思ったんですけど、はい、どうするんですか？困ってて、知り合いがカウンセラーの仕事紹介してあげるよって言ってくれてて、うんうんうん、で結構いい条件だったのでお願いしてたんですけど、はいはいはい、うん、名前で調べるともうすぐ出てくるじゃないですか。そうだよね。で松本理香、そうすると先に言った方がいいかなって話になって、うん、知り合いの方が言ったんですね、うん、でそうしたらまあ担当の方はそれでもいいかもっていう感じだったみたいなんですけど、うんうん、やっぱりこう強固に、うん、なんかやっぱりうちの社が危ないんじゃないかってことで、いわゆるオウムの息がかかった会社と思われるみたいな。どうなんですかね、そこら辺は多分漠然としてて、どういうデメリットがあるかっていうところまでは分析される前に拒否反応があるのかなってことでちょっと流れちゃって残念でした、うん、そういうの時ってさ、はい、腹立つ、それともあんま立たない？まあ、もうちょっと頑張ろうかな。もうちょっと頑張ろうかな。強いね。なんかなんでとか思わないの？いや、なんでって、なんでって思うって言ったら多分ものすごいコメントがバン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 変なの来ると思うけども背負っちゃった十字架がって書いてあるんだけど、背負っちゃった十字架が半端ないよね。まあなんか、うん、なんとなくそういう嫌悪感って分かるじゃないですか、うん、なんとなく分かるつ俺分からん、ごめんそうですよね、ごめん、お父さんやったことじゃんって思ってるから、うん、だからそこの嫌悪感を持っている方もいるんだろうなっていうことは分かってるので。でもさ、法治国家ってさ、はい、それはそれ、これはこれが原則でしょ。そうなんですよね、うん、分かんな俺でそこで、まあ、私の目標としてはですね、うん、父朝原が将校を超えること。
超える？えらいこと言い出したね。水中に30分いるとかそういうこと。そっちじゃなくて。よく今の返せたな。すげえな君ポテンシャルが。そっちじゃなくて、うん、松本梨香のお父さんが朝原翔子だったんだねって、はいはいはい、今は朝原翔子の娘って言われる、はいはいはい、それがちょっと不服なので、あ、いわゆるあの明石家さんまの娘イマル問題みたいなもんだよね。はいはいはい、そうじゃなくて、はい、松本梨香のお父さんは実は朝原翔子だったんだねっていう風になったら、うん、そしたらもうカウンセラーの仕事だって、うん、どんな仕事だって拒否されないじゃないですか、うん、私がもう子として確立できる、ね、はいはいはい、自前で、はいはい、成立。じゃあ自前で成立するには何をすればよいんでしょうか。どうしたらいいんですかねっていうところで結構悩んでて、うんうん、俺あのほら2週間ぐらい前だっけ初めて会ったのって、はい、なんか 2,3 週間前だよね。その時にもうさっと思ったのが、あの自分で宗教組織立ち上げたらっていうふうにすぐ思っちゃったんだ、うん、っていうのはなんだろうな、どういうふうになるのかな。俺自分の宗教組織立ち上げたらって言った瞬間にコメントがどうなってせやなっていうのと、それは まずいダメだろ、公安なんだと、はあ、公安がそれはそれでいやいや何を経典にとかいっぱい出てくるよね。いろんな意見がありますね。うん、うん、基本的に自分が教祖になったらとか宗教を始めたらっていうのは持ってる武器としてそれが一番使いやすいかなと、うん、結局私はオウムと今のオウムと関係ないんですね、はい、今のまあアレフって言っても何だし天使光の輪って言っても何って言ってもいいんだけど、はい、あれとは関係ないんですって言ったら、じゃあ何だということになるじゃん、うん、その何だか一個人朝原理科です、あ違うごめん松本理科ごめん君んとこのペンネーム面白すややこしすぎるから松本理科ですっていうのも弱いし、で心理カウンセラーですっていうのも、まあ、そういうこともやってらっしゃるけれども、あなたの本業は松本理科でしょっていうふうにみんな思うわけだよね。うん、そうなってくるとなんか本当は実は効率いいのは教祖というよりは思想家なんだろうけども、でもその思想家やるための、はい、なんだ自分についてくれるファンの募集団っていうのが、はい、どのように松本さんに接しているのかと多分教祖になるんじゃないかなと思うんだけどな。はい、はあ、そうですね、25年間27年ぐらいですか、うん、今日宗教とこう、うん、関わったり中にいたりしてきて、うん、教祖という職業は、うん、結構割に合わない、割に合わない、合わない、それは俺も知ってる俺も多分今の日本ではそのなんだろうな、教祖っぽい職業っていうのをやってるしやってたから分かるんだけども、うん、これはなんだろうね、自分っていうのがどれぐらい突き放せるのかっていうものになってくるから、私を分かってほしいではダメなんだよね、うん、だからどちらかっていうと私のことはどうでもよくて、皆さんが見る私っていうのをどう作り上げれるのかっていうのがかかってくるし、そのためになんか修行みたいなものもあるし、うん、なんか簡単な例で言うと、なんだろうな、ダイエットしたり筋肉鍛えてる人たちもある程度こういう理想の体とか、あとなんか本読んでる人とか勉強してる人もなんか自分の理想の精神っていうのを欲しくてこう鍛えてるわけじゃない、うんうん、それのロールアウトモデルっていうのを自分個人で作って、うん、はい、あなたたちもこういうふうになりなさいっていう仕事だからさ、うん、きついはきついんだけども、そんなきついのできるの君ぐらいしかもういないじゃんって、他の人そういう厳しいところ抜けてって思想性とか勉強だけでなろうとしてるけど、私は違いますよと、私のなんか子供の頃からの地獄見てくださいと、うん、私はなる資格があるっていうふうに言える気がするんだけど、ごめんねこんな軽い言い方して、いや、まあその父の様子見てたり、うん、で自分自身が父いなくなった後、あれ巨大すぎだよ、あ思うんだけどさ、はい、オウムってこんな言い方して俺がなんかいいこと言ってたのかどうか分かんないけども、はい、1000人ぐらいの集団だったらコントロール取れてたし、うん、あとそれでもなんかなんだろうな、オウムのあの当時したいた人たちがやりたかったいいこともあるはずなんだけど、うんうん、それやるにはそんぐらいの規模の方が良かったわけでしょ。そうですね、1万人超えちゃったら無茶だよね、そんなの個人でコントロール取れない、うん、だから俺教祖って言ったのはそこを
カウンセラーとか著述家とかあとビジネスコンサルだったら簡単に顧客数って1万になっちゃうんだ、はい、その宗教の方が俺危険だと思う、はい、それよりは私がやってるのが新興宗教ですっていうふうに言って1000人ぐらいの信者モデルをやった方が安全だと思うし、はい、伝達率もいいと思うんだけど、はい、まず競技は何にするんですか。好きなことしたら、うん、だってなんか最近体鍛えの趣味なんだろじゃあまず体鍛えましょうよそこで私が教えるヨガでって言うとだん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 また怪しい方あやごめん怪しい方って言っちゃった、かつて危なかった方に行くからまあなんかクライミングとかそっちの方で、うん、山女子会とか山女子会とかそういうので、でなんだろうなそういうのってもう全く信じてないの、昔近くにあったわけでしょ、つまり、うんうん、修行すればいける世界っていうのがあって、うん、そこは人間の精神の高みだっていうふうに思えた時期があったわけでしょ、うん、今はどうなんですか。じゃあ岡田さんにお聞きしたいんですけど、うん、岡田さんはこう日本で言われてる普通な世界があるじゃないですか、なんとなくお墓参り行くとか、なんとなくお墓参り行くとか、なんとなく俺がフェイスブックで書いたら曲解してネットニュースに仕上がるとか、そういう普通の世界な、はいはい、そういうのに近いかなと思ってて、うん、私は宗教もある世界で育ったから、うん、そういう神様っていうのなんとなくいるかなってこう否定する根拠持たないっていう、そういう感じで、うんうんうん、で、神様いるんだったらなんかこう神様が喜んでくれることしたいなっていう。え、神様が喜ぶことって何？美味しいものをなんかこう捧げるお仏壇っていう感じ、ほうほうほう、そういう感覚を小さい頃に持ってて、うんうん、そういう感じ、うんうん、で、そういう意味でなんか特別なのかなって最近思ってて、うん、今こう初詣行く感覚っていうのが出てきたんだけど、はい、多分それだったらみんなそんなに反対しないとか分かると思うんだよね、うんうん、だから日本人が俺スタンダードで持っとくべきような、持っとくべきっていうのは変だけど持ってもいいような宗教観がないので、結構みんな信じれるものがないとか、うん、あとなんか、合理的なものを信じようとしたり、もしくは恋愛みたいなものを信じようとしたり、自分の可能性というものを信じようとしたりって、うん、結構信じても後で自分が裏切られるか失望するか、だからそのようなものを信じちゃうわけです、うん、それよりはもうちょっと楽な山を信じるでもいいし、うん、自然信じるでもいいし、そっちの方が楽だと思うから宗教やった方がいいなと個人的には思ってるんですそういう話ですね。そう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 、うん、だからあのお話されたように、はい、自分より偉い神様みたいな人がいて、美味しいものがいたらその人にその神様にそれを捧げようっていうのはありだと思うけど、だったらそれを宗教化すればいいんじゃないの、うん、それをなんか普通にされてるんじゃないですか。普通どこもしてねえよそんなの普通してんのはなんか死にましたかはい戒名を書きますよっていうやつ か、もしくは、はい、結婚式やるんですか取り行いますよとか、あなたとあなたの結婚は神様が、保証した奇跡ですよ、はいちゃがりっていうやつか、どっちかでしょ。いやちょっとあのお賽銭入れてこうやってお祈りするじゃないですか、はいはいはい、そうお賽銭っていうのはこう自分にとって大事なお金だから、うんうん、神様に渡してお祈りするじゃないですか。あれそういう意味だったの。違うんですか。あれは何か見返りを期待して入れるんじゃないの。はい、そうなんですか。50円入れたら5000円以上のペイバックがあると思ってみんな入れてるからそう、いやいや、もちろん松本さんが言ったような意味で入れてる人もいると思うんだけど、はい、俺が子供の頃から育った大阪市住吉区の考えでは、はい、50円ぐらい上げといたら神様は人がええから500円ぐらいのお返ししてくれるっていう。それがすごいあれなんですよ。大変なんですよ。大変そもそも似たようなもんで、中国人の宗教観って書いてあるけどそう、俺前台湾旅行したらそれと全く同じことをバスで言われて、台湾人と大阪人も同じだって思ったけど、あ、うん、その、うん、すごい少ないペイで大きなものを得ようとするじゃないですか。教祖の父を見てたらなんかそんな感じで、うん、なんかこう押しつぶされていくっていうか、なんか哀れだったんです。うんうんうん、あ、かわいそうと思ってたので。何か父を修行してるのか。いや修行してるのは楽しそうなんで掘ってますけど、うんうんうん、出家してる人との関係とか、うんうんうん、そういうそのヒントさんとの関係とかで、うんうん、やっぱりなんか欲しい欲しい欲しいじゃないですか、信者さんって、うん、信者さんっていうのはそうだね、教祖から何か得よう得よう得ようとしてきて、こういう風な人で会ってくれ会ってくれ会ってくれ、だから、うん、もう上にいるものとしてはだん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 もうなんかもうきつくなるよね。背伸びがもうこれ以上できない、背伸びがこれ以上できなくなってくるよね、うん、っていう感じだったので、うん、なんか宗教とかあとは組織っていうのは嫌だなっていう、嫌だなって感覚。なんでそんな嫌なの。
やなんか暴走するしたからな、うんうん、組織は暴走するよな、うん、今、ま、あの悪魔だって言われてるし誰にアレフにだなんで論理的論理がないのが嫌なんですよこうこうこうで悪魔ですっていうこうそのこうこうこうっていうまだブスですってごめんなブスですって言われたらともかく、はい、悪魔ですって言ったらどこをどう見て悪魔なんだってうんそうだよなだそこがなかなか、うん私としても納得いかないなっていう感覚が余計強まって、うん、でもロジカルの方がいいなってロジカルであうーんそういうふうな宗教を自分で立ち上げるときにあんまならないいやその考え方だよねだからさカウンセラーやったりさ執筆したり講演したりするよりは、はい、教祖ですって言った方がやってることがほぼ同じでいや同じ集まる人の顔もほぼ同じで人数の桁がちょっと増えると思うんだよな私はそう思わないんですけど、うんうん、いかがですかいかがですか宗教ロジカルな宗教作ればいいんじゃないのうーんロジカルな宗教を作ろうとしたわけでしょオウムさんも昔はそうなんですよ徹底的に論理化していってそうなんだろうな、言語化していって、まあ宗教を言語化しようとするとどっかに無理があるのはみんな分かってるわけだよね、うん、人間の内面構造なんだからそんなものを言語化しようとした定義からどんどんずれていくわけだでもそれをやれるだけやろうとしてダメだったっていうのがあったらそれは父親を超えるというのはそれを成し遂げること、超えるのはそういう意味で超えるんじゃないですけどメジャードで超えるわけメジャード、うん、でバンドやるか宗教やるかだよバンドそっちでもいいようん、うんなるほどみんなが私 の, かあの歌った歌を歌ってくれるでもいいよ歌ってくれるんですかうんあのね今よりマシだと思う今の状況よりはちょっとマシだと僕は思うなうん、うんライブして自分が思っていることを歌詞にしてぶつけた方が今執筆活動とか講演と並立できるじゃん、うん、で今のなんだろうな文章を書いたり講演したりする時の言葉って全部捉え方がうーんと元オウムのとか朝原翔子の娘のとか被害者もいたあの加害者側の家族のに全部なってるじゃんで歌って俺そこら辺の中立化する力が 中性化って言った方がいいのかな、うん、そんなにねゼロにできるわけじゃないそうプラスマイナスゼロにできるわけじゃないんだけども、うん、かなりニュートラルな方向へずらせる力があると思うし、うんうん、そっちの方がいいんじゃねえのでもどっちもできるでしょ歌う競争それはでもそれあれだよねコスモメイトになるよねコスモメイトになっちゃうよね荻窪に本社になっちゃうよね西荻窪に、うん、うん詩を書いてみれば、うんうん、詩はあの中学時代はすごい書いたんです一日一詩みたいな見ない中学生が書いた詩は読みたくないし特に松本家三女の書いた詩は重そうだからいやあの毎日書いてると書くことなくなるので、うんうん、ローラーブレードとかローラーブレード風が気持ちいいとかそれ詩じゃない、うん、というなんか歌って踊れる教祖様っていう、まあ、本当にコスモメイトになっちゃうんだけどさコスモメイトってのがあるんですね、うん、コスモメイトってねあの荻窪にあって、はい、なんだっけ時々あの電車の中にあのステッカー貼ってるの見たことないあの変なコスプレばっかりしてる教祖でおあのなんていう人だっけなね、名前を俺今ど忘れしちゃったけどなんとか東州っていう人だよな東の州って書いて東州っていう人は、はい、誰か知ってる深見東州ありがとう あれとコメント同時にできた深見東州っていう人がみんなネットで調べたらすぐ分かるんだけども、うん、あのその人がやってる宗教なんだけどもなんかね教祖さんと言いながら講演会爆笑の鬱なんだって、うん、でいろんな人が勝手に乗り移ってすごいいい加減な本をバンバン出してんだもうあなたは普通にへーって言うけど俺今すっげえ危ないこと言ってんだよ俺住んでるの吉祥寺であいつら本拠西荻だからさあ確かに宗教だそう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 
宗教なんだ、うん、というふうに思ったんですけど、はい、あとはなんだろうな、どうやって生きていけばいいのか分かんないって話を前聞いてて、うん、ここがなかなかネックですよね、うん、こう日々生活する上では、うん、まあ、なんとかなってて今はまだ、うんうん、まあ、来年どうなるか分かんないですけど、うんうん、でやっぱりこうおかみさん行く？あれあれ、そう見たんですよ、うん、で、うん、結婚なかったらいいなと思ったんですけど、結婚なかった、逆なんだなそれ、うん、結婚は僕旦那は求めてないので今、うん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 、結婚あるからなと思ってやめました。だから嫌なんだ、うん、問い合わせしなかったです。じゃあさ、はい、心理カウンセラーというかとしてどんなものなのかっていうのが、はい、あのうちに来た人生相談がいくつかありますので、はい、一緒に考えてみませんか、はいはい、これから流行る漫画のジャンルはという質問です。匿名希望さん、23歳漫画家志望です。自分は漫画家志望のものです。こんな相談受けたことないでしょ。はい、あのコンサルはしないので、はい、はい、初めてです。これ人生相談ですよ、はい、岡田先生は以前恋愛漫画が増えてきたのはみんなが恋愛をしなくなったからというようなことをおっしゃってましたが、そこで質問です。漫画の流行りしたりに時代が関係あるなら今この時代に流行る漫画はどのようなジャンルですか。生きづらさ、生きづらさ母子関係、母子関係親子関係、親子関係流行る、流行る、これから漫画で結構牧村悟さんが、はいはいはい、あの親子関係の葛藤を書かれてて、うん、私結構好きで、ね、イマジン、うんうん、そういうのを書かれてたで私が読みます。あの昨日何食べた書いてる誰だっけな、あの大奥とか書いてる人なんて名前でしたっけ。吉永文だ、ありがとう、うん、吉永文さんもなんか、なんだっけな、なんとかの娘たちっていうの短編集出してるんだけど、はい、あの人もやっぱ母親と娘の関係っていうのをなんか書いてるよね、うん、多分漫画って世間で流行ってることじゃなくて漫画を読む人がに対する流行りで考えた方がいいので、うん、母子関係いけるのかな。母子関係私はいけます。いや私はいけそんな心理カウンセラーがいるかまず自分から見ないと、はい、母子関係だそうですいや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 もしも総理になったら、次来たよ。新聞雑誌などで日本国の巨大な赤字国債などに対する将来の社会保障レベルの低下の問題、医療福祉貧困問題にする予算低下が書かれてます。そこで質問です。もし岡田さんが首相だったらどんなことをやりますか。具体的な政策をお願いします。岡田さんが首相だったら私が岡田さんにやらせることです。いや自分が首相、松本さんが首相だった ら、うん、どんなことをやりますか。今の日本を良くするの、うーん、消費税は撤廃します。消費税撤廃する、はい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 、消費税ってやっぱりその、うん、貧困家庭からも吸い上げちゃう税じゃないですか。なので、はいはい、とりあえず消費税はやめます、うん、そういう場合じゃあ消費税っていうのは、まあ、大体ほぼ、なんだ福祉予算に使われてるんだけども、その分の福祉財源はどこから持ってきますか。消費税が増税されたことで、うん、買い控えが結構増えたじゃないですか、うん、だからそこで消費税が撤廃されるってなったら、うん、多分こう買いだめしとこうみたいな特殊、はいはいはい、特需が生まれると思うんですよね、はい、そこをしっかり当てればいいんじゃないですか。当てればいい、大丈夫かなそれでいやいや、うん、松本さんが首相だったら消費税撤廃、うん、消費税はその上がっていくに従ってだんだん悪くなってるっていう数字が残ってるじゃないですか。それを今 3% になって 5% になって 8% になって次 10% になる、うんうん、でそれでどうなるのかなっていうのは考えてます。俺ねなんか逆にあの国民国家諦めるって思ってる。あの1億3000万人を一つのコントロールタワーでやるっていうのがちょっと無理っぽいんで、うんうん、もう同州制じゃないんだけども都道府県レベルでいいから別々の独立国家にして、じゃあアメリカ的に、うん、それごとに予算やってで、うんうん、上の特殊な国家っていうののみを消費税で賄う、うん、つまり国家予算を国民の消費の 8% で賄って、うん、残りは全て自分たちの都道府県に対するあの所得税なり何なりでやって、でその都道府県県が住みにくかったらもう移動は自由にしちゃった方が、その移動ができるのがいいですよね、うん、確かに。そういうふうな方がなんか
ちょっと先があるかなというかね、うん、なんでかっていうと、うん、日本がダメになる時って1億3000万2000ダメになるじゃん、うん、でも都道府県ごとにちっちゃい国にしたら、はい、ダメになる県とうまくいく県があってみんな逃げれるから国が滅びても国民が生き延びてりゃいいやって考えちゃうから。そうですね、確かに、あの何でしたっけ今の地方、うん、応援税じゃなくて何笑って済むほど若くないぞお前は。あ、忘れちゃいました。あ、そうです、ふるさと納税みたいな形ですごい伸ばしてるところある、はいはいはい、確かにいいですよね、うんうん、アイデアで一斉にみんな助けてくれたすいません、はい、女の子は飛ぶだよな。いいよな、ちくしょう。はい、次いきます。意地悪すると楽しい私ってどうなの。へそみさん27歳、まあ、女の人だろうね。私はこれまで自分が損するくらいが良いと考え、多少無理をしても他人に親切にして生きてきました、うん、しかし騙されたり人が良すぎると嘲笑されるうちに自分ばかり損をしていることがバカらしく思えてきたのです、うん、それがというもの、人に冷たくしたり不親切にするとスカッとして気持ちよくなってしまいます。そんな自分は人としてどうなのかと考えたり、いずれ子供ができたらやはり人には親切にできる人間になってほしいという矛盾したような気持ちもあります。私は今後の人生をどう送れば良いのでしょうか。うん、どう、ここ、はい、松本家三女としてのバシッとした回答。バシッとそこに反応、うん、いや、ここで言うと例えば、うん、無理をしても他人に親切してきた、はい、自分がやりたいわけじゃないのに、うん、まあ、社会常識なのか、うん、こうしたらいい人になれるってことで、うん、無理していた反動がこうマイナスでこう自分の中でストックされちゃって、でそのストックされたまああのシャドウの闇の部分が肥大化しちゃってると思うんですね。でもそこを不親切に通にするとスカッとするってい う, こうご自分で気づかれてるので、だとしたらこう今もう不親切にしてスカッとしてるので、まあ真ん中ぐらいに戻ればいいのかな、ニュートラルに戻る、うん、つまり前は人に親切にしすぎて損してて、うん、自分も傷ついた、はい、次に人に不親切にしたり意地悪したらスカッとしちゃう、うん、じゃあニュートラルに戻す、うん、結構普通なことだと思うんですよね、うんうん、無理しちゃうと、うん、すごいこう反動が来るので、うんうんうん、その反動として普通のことだと思うので、その相手によって変えるっていうのはどうなの。相手によって変えるね、おじいさんおばあさんとか弱い人には不親切にして、うん、で自分がもともと嫌いなタイプ、うん、例えばオタクが嫌いだったらオタクには冷たくするでもいいし、はい、なんだろう、タトゥー入れてるようなやつが嫌だったらタトゥーを入れてるやつには冷たくするでも何でもいいんだけども、まあ、それ相手を選んで、それはいいことなんじゃないですか。いいことなのか。あ、その自分が思ってることをそのまんま出してれば人間は変にならないので、うんうん、変にならないのが大事。だってこの人は変になるというよりは自分がいわゆる変な意味だけどさ、高みに行きたいっていう思いは、うん、かつてのそのオウムの真実話と同じなわけじゃん、うん、でそのために多少無理をしてもそれは何だろう、自分にとってプラスになるというか、まあ、損得感情のプラスじゃないんだけど魂的な意味でプラスになると思ってやってた、うん、でもそれをあえて反対のことをしたらスカッとして気持ちがいい、うんうん、でそれに対して無理をするなでいいの。もう27年間そんないい人やってきちゃったんじゃないですか、うん、すっごい優しい人だと思うんですよ、うん、ああそうか、そう普通じゃないと思うんですよ、うんうんうん、すごいこう過剰に人のこう空気読めすぎちゃう、うんうん、で頑張ってきたと思うので、その反動でちょっとこう今意地悪したくなって、はい、で、あ、自分頑張ってきたんだなっていう風な、そこをまず認められると、うん、なんかバランスのいい人になるのかなって思います。修行よりバランスです。はい、はい、分かりました。じゃあ次行こう。お、会員限定にするのをすっかり忘れてた。今コメントで流れて会員限定しなくていいのか。今更ですけどこっから先会員限定にします。次の質問で内定は出たけれどというやつで、うん、はい、この質問読んでからじゃあ限定の方に行くね、はい、現在大学4年生の男です。就活も一段落し2社から内定をいただきました。よかったね。ただどちらの会社も本当に自分がやりたかった仕事とは全く違う、うん、本当は出版やテレビラジオなどの仕事がやりたかったのですが、お前も週刊文春などに行きたいのか。自分はいわゆる三流大学に通っており、また大学に入るまでブラブラしていたため年齢も人より高いです。好きな会社から内定が出ないのは自分の責任など確保していたつもりなのですが、ここに来てこれから40年以上全く興味
味のない仕事をしていくと思うと気が重くなり、大学の再受験など突拍子のないことまで考えています。もう一回大学受験したいと、ね、岡田さんの出版などの業界にお詳しいと思うのですが、そこで自分のような人間が入り込むためにはどんなルートがあるのでしょうか。知ってる限りの情報やお考え、そのために必要なスキルや勉強などもというふうに書いてますけども、じゃあ、この質問に対する回答からは限定の方にします。切り替えて